フリードリヒ・アウグストケ・クレフォン・シュトラドーニッツは、ドイツの有機科学者。ハイデルベルク大学、ベルギーのヘント大学を経て、1867年より、中正本大学教授の職にあった。メタン、硫化水素などの型を提唱し、メタンの型を拡張して、炭素原子の原子化が4であること、また、炭素原子同士が結合して、砂上化合物を作ることを提唱した。 その後、方向属化合物の研究へと移り、ベンゼンの構造式として二重結合と単結合が交互に並んで六因間を構成する、ケクレ構造を提唱した。ケクレは原子同士が連なっていく夢を見て、砂上構造を思いつき、蛇が自分の尻尾を噛んで臨場になっている夢を見て、ベンゼンの六因間構造を思いついたと言われている。その後、地漢ベンゼンの異性体の数を、 ケクレ構造で説明するために、ベンゼン館は2つのケクレ構造の間を振動しているという仮説を提唱した。1829年に、ヘッセン大公国の軍事参議官であったカールケクレを、父として、ダルムシュタットに生まれた。1847年に、ダルムシュタットのルートビヒゲオルクスギムナジウムを卒業し、ギーセン大学に入学した。 入学当初は建築学を志望していたが、1848年に、ユストゥスフォン、リービッヒの有機化学の講義を聴講して、官米を受け、一旦退学し、有機化学へと転校した。1849年に、ギーセン大学に再び入り、リービッヒの文科生となった。1851年に大学を卒業し、パリ大学のジャンバティスト・アンドレ・デューマのもとへと留学した。 ここで、シャルル・アドルフ・ビュルツや、シャルル・フレデリック・ジェラールと知り合い、彼らの研究していた方の説を学んだ。翌年、リー・ビッヒの元へと戻り、アミル・オキシリューさんの研究で博士号を取得した。その後、スイスクールで分析科学者、アドルフ・フォン・プランタの元で助手を務めた。1854年に、ロンドンに移り、セイバー・ソロミュー病院のジョンステンハウスの助手となった。 ケクレはここで働く間にアレキサンダー・ウィリアムソンらと知り合った。ここでケクレは硫黄化合物に関する研究を行った。そして、ウィリアムソンが提唱した水の型の概念が硫黄化合物にも適用できることを提唱した。1856年にハイデルベルク大学のロベルト文前ンンのもとに移り講師となった。ここでケクレは今度は炭素化合物についての研究を行い、 1857年メタンの型の概念を提唱した。さらに翌年、これを拡張して、炭素原子の原子化が4化であり、互いに結合して、作上化合物を形成できるという説を提唱した。この年、ヘント大学の教授に就任した。ケックレはここで不法和脂肪酸の機械生態について、研究し、二重結合の概念を考察している。 1865年には、ベンゼンのケクレ構造を提唱した。1859年に、有機化学の教科書、レアブーフデアオーガニチェンセミの第1巻を出版した。この教科書は1880年に第4巻第1部まで、刊行されたところで中断してしまったが、これ以降に作られる、有機化学の教科書の模範となった。 また、世界初の科学者の国際会議である1860年、カールスルーエ国際会議の開催に力を注いだ。1867年に、ボン大学へと移り、さらに方向属化合物に関する研究を続けた。1872年に日韓ンゼンの異性体の数を説明するため、ベンゼン間は2つのクレ構造の間を振動しているという仮説を提唱した。 これにより、ベンゼン官の安定性の原因は、不明なままであったが、異性体の数は矛盾なく説明できるようになり、方向属化合物の整理、体系化が可能となった。1878年、1886年、1891年に、ドイツ科学会の会長を務めた。1895年に、皇帝ウィルヘルム2世により、貴族に列せられ、 ケクレ・フォン・シュトラドーニッツと称した。1896年に、ボンで死去。ケクレの文下からは、アドルフ・フォン・バイヤー、オット・バラフ派、ライナー・ルート・ビッヒ・クライゼンといった著名な勇気、科学者が出ている。ケクレは、彼が提案した2つの構造理論、炭素が互いに結合して、作上化合物を作ること、ベンゼンが環状構造を持つことについて、 夢からインスピレーションを得たと主張している。この夢は1890年にベンゼンのケクレ構造提案25周年を記念して行われたベンゼン祭での記念講演の内容を翌年ケクレ自身が書き起こした講演記録に記述が残されている。それによれば、まずケクレは1854年にロンドン滞在中に 馬車の中で大きな原子が小さな原子を引き連れて飛び回り大きな原子同士がそのまま連なっていく夢を見て炭素が互いに結合して砂上化合物を作ることを思いついたというまた1861年にベルギーのヘントで教科書を執筆していた際にストーブの前で歌たた寝をした時に再び連なった原子が蛇のようにうねっておりさらに一匹の蛇が 自身の尻尾に噛みつきながら回っている夢を見て、ベンゼンの感情構造を思いついたという。講演記録以外にも、ケクレの息子がこれらの夢の話を聞いたことがあるとの証言を残している。しかし、本当にケクレがこれらの夢を見たかについては疑う向きもある。ジョン・ボティッツとスザン・ナルドフスキーによると、ケクレの話が夢を見てから、その公表まで、あまりに長い時間が経っていること。 また当時の新聞にも弁前祭に関する記述があるが、そこに、ケクレの夢の話が全く書かれていないこと、講演記録が後からケクレ自身によって書き起こされたことから、講演記録の信憑性が薄いとしている。また、ケクレは、砂上化合物の夢についての講演の最後に、この夢と同じような記述が1886年に出版された。 ヘルマンコップの本に書かれていることを述べている。そこで、実は、コップの記述を借りて、自身の夢として講演したのではないかとしている。ベンゼン環の夢については、ベンゼン環の炭素を六角形に配置した図は、オーギストローランの1854年に出版された本に記載されており、ケクレもその本を読んだことがあったこと、そして、感情構造はそこから十分着想できたであろうとしている。 また1886年に彼がドイツ科学会の会長に在職していた時、懇親会で学会誌のパロディが作られ、そこに弁前官が6匹の猿が手と尻尾を繋いだ絵で表現されていたので、これに対してユーモアで答えるために蛇の話を作ったのだとしている。またユーモアからではなく、これらの理論のプライオリティを補強するために、 夢の話を作ったのだろうという主張もある。ビックスほか P88 に初集ありがとうございます。